今日寒かったから長袖着た。久しぶりに。お腹すいた。先にさ、ちょっと割っとく。バリバリね。すごい音が響くね。ちょっと今なったかな、食べづらい。フレッシュがあまりかけない。いや、かけるよ先に。あ、うん、先にかけなくない？これ後でじゃない？ちょっと入れずに。無視されてる。フレッシュ。フレッシュになんか野菜ついてる。マヨネーズ途中で入れようかな。後でマヨネーズも入ってた。後で入れる。サラダお昼、ね、さっきおにぎり食べたんだよね。さっきおにぎり食べた。おにぎりとこれとあとゆで卵もある。ゆで卵食べるか分かんないけど、とりあえず買った。ザクザクしてたのパリパリやね。あのサラダとかのあれ麺。いただきます。
美味しい。梅のおにぎりじゃない、あの私が好きなやつ、香ばし醤油のやつ、それ買った。はい、みんなさ、今おにぎり1個買ったらさ、20円引きの券くれてさ、それもらったからまた買おうかな、夜ご飯におにぎり。何かが決めてないけど、後で。このサラダ好きなんだよね。どのコンビニにもあるじゃん。パリパリ麺入ったやつ。美味しい。配信始まる前に食べた。この前もこれ食べた。美味しいよね、これ。これ玉ねぎ？入ってないんじゃない？入ってなさそう。こう入ってない。昼ご飯サラダだけじゃないよ、おにぎり食べたもん、すでに配信始まる前に。なんでそこ分けた、なんでおにぎり先に食べたかってこと。いや、普通お腹空いて空き時間があったからおにぎり食べただけで、そしたらもうレッスン始まったからレッスン行ってみたいな、ってだけ。マヨネーズ入れる。
美味しい、マヨネーズも。毎日コンビニ。うん。分かんない。お仕事で長い日とかあったら行くけど、一日の時間が。とか、レッスンの時とか行くこと多いけど、普段は行かないね。あんまコンビニ行かない、それ以外。最近はレッスンが毎日あるから。それのご飯買うのでコンビニ行ってるけど、行かない、それ以外は基本。デザート買ってないよ。ない。でもデザートじゃないけど、もっと卵もある。半熟ゆで卵。こうゆで卵。レッスン劇場公演、それとも武道館公演のレッスンって何？このレッスンってないんじゃない？だって新しい公演じゃないじゃん。新公演が始まるとかみたいなレッスンが始まるだろうけど、だからこれからはあるだろうけど、まだだね。まだ千秋楽迎えてないチームの多いし、でも味ついてる。コンビニのやつはね、ついてる。塩味付け。ああ、私食事中なかった、ついてた。あ、そういうことね。それはまだ、レッスンっていうか、まあ確認みたいな。まだですね。久しぶりにゆで卵買った。ゆで卵はね、私セブンのやつが好き。ファミマはね、あれなんだけど、なんかセブンのやつは2種類売ってて、ゆで卵は普通のとトロッとしてるやつ、それが美味しいんだよね。めっちゃトロッとしてる、そのゆで卵、セブン。
ファミマは半熟って書いてあるけど、セブンのよりかはトロッとしてないはず。セブンのめっちゃトロッとしてる。卵半熟がいい。麺がパチパチの苦手ではないんだけど、半熟の方が美味しくない？黄身がトロッとしてる。私はそっち派。あんまいなくない？めっちゃ固まってる完熟なんていうののが好きって人いるけど、2つあったら絶対半熟がいい。目玉焼きもちょっとトロッとしてる方がいい。半熟こっちの方が好き。うん、オムレツの方が好きかな多分。完食、ごちそうさまでした。最初からゆで卵も食べようかな。買ったし、つけめっちゃ音響きそうじゃない、ここ大丈夫かな。泣かないかな。卵を剥くときってね、ちょっとすごい響くんだけど大丈夫かな。
で卵美味しいから好きなんだよね。味ついて美味しい。レッスン期間中、リハ期間中、前よく食べてた。最近も食べてなかったけど。リハ期間中だな、よく食べる。で、その期間しかもうコンビニ行かないから、そもそもあれだけど。出た。半熟のやつ。半熟って書いてある。危ない。これは半熟入れた。いただきます。まだ正しいじゃない。爪はピンク。え、爪は違う。水色かな。爪はピンクじゃない。ファミマのやつはね、このぐらいの半熟具合なのよ。トロッとしてるわけじゃない。入れても入れたらセブンは2種類売ってるの。普通のこのぐらいのゆで卵とトロッとしてるやつ。トロッとしてるやつが好きなんだけど、今日はファミマ行ったからこれ買った。ファミマはね、1種類なの。味付いてる。コンビニのゆで卵はね、味付きだよ。先生に使って、ああかも。結構味ついてる、しっかり。おいしい、おいしい。いや、いらない。結構ついてるよ、味しっかり。あんま食べないみんな、コンビニのゆで卵。結構しっかり味ついてるから。何もつけなくていいです、まとまんないかな。ごめん、入んないな。蓋開けたらいけない。よし、いけた。
食べ終わった。ごちそうさまでした。充電あるかな。使用中ですとこか。今日ね、スイッチ持ってきたんですよ。今日空き時間めっちゃあるから、スイカゲームずっとやってた。これめっちゃ難しくない？スイカゲーム。昨日買ったの。昨日の夜買って、ちょっとだけやって、ちょっとまたやろうかな。さっきも言ってたんだけどさ、めっちゃ下手くそなんだよな。メロンまでしか作れない。始めよう。メロンが1個、ん？スイカの1個でうまい。待って、テロップ変えるわ。そう、最近流行りのスイカできない。え、めっちゃむずいんだよ、これ作るの。メロン作れただけでもすごいぐらいじゃない？メロンも難しくない？作るの。まだあれだけど、今始めたばっかだから。昨日買った。なんとなく夜に家帰ってすぐに、あ、これなんだ、梨？梨できたわ今。梨とかね、桃ぐらいまだ結構いけるね。有料だけど安いよ、240円とかそんぐらいかな。そんな高くないかな。もういける、もうできたわ。でも、もの次のパイナップルだから。で、パイナップルはメロン、スイカな。スイカ2個作るんでしょ、このゲームって。むずいんだよね、それが意外と。梨2本目と果物をね、どんどん大きくさせていくの。一番最初さくらんぼで、さくらんぼで、なんかね、 2個つなげたらもう1個次のやつになって、ちょっとずつ大きくなっていくので、一番大きいスイカを作るんだけど、難しいんだよね結構。で、なんか箱にね、どんどん入れていくんだけど、その箱がいっぱいになって溢れたらそこで終わりなの。むずい、普通に。結構ね、考えながらやんないと普通に溢れる。で、あとなんかくっつけた時にちょっと跳ねるんだよね、フルーツが。果物が跳ねるからむずい。それで溢れたりもする。でも楽しい、これ。あ、もう2個目いけないかな。うん、できた、できた。桃2個目。桃同士ってくっつけたいんだけどさ、反対側にいるわ今。結構難しい。で、これしかも、スイカ2個作るんでしょ？めっちゃ難しくない？スイカ2個作れる人いるの？ってか、そもそもスイカ作るのが難しいんだよ。スイカがね、作れないんですよね。めっちゃ難しいこのゲーム。今はもう2個まだ。一番大きいフルーツ。運ゲー、うん、運私はあるかなって感じ。
ンパイナップルできた。できたできた。でまたパイナップルもう一個作んないといけないんだよね。パイナップルもう一個作ってメロンにして、でメロン2個作ってでスイカがやっとできるの。めっちゃ難しくない？今一番大きいのはパイナップル。さっきこれずっと楽屋で一人でやってたスイカゲームマジで難しい。スコアこれ全然上がんない。今633、今日の一番いいスコア1761、低い。あ、繋がらなかった。オレンジが楽しいね。スイカゲーム流行ってる理由が分かるわ。普通にめっちゃ楽しいもん、このゲーム。梨もう一個作ったらメロン作れるか。桃がつながるから。これむずっつながらないのね。ちょっと動いてよやばい、ブドウの置き方ミスった。あ、でもこれで、うわ、絶妙な位置にいるわ。おい、来た、梨もう一個。つながらないな、これじゃ。桃に、桃一個がさ、ぶどう一個で浮いててさ、繋がらないじゃん。え、桃このまましてくれたら、あれ、これなんだこれ、デコポン、デコポンがある。じゃあまだこれが、お、メロンできた。見せれないんだよね画面、めっちゃ見せたい今。画面見せたら配信止まっちゃう。見せれない。メロン1個できた、順調。さっきもメロンはできたんだよね。で昨日からメロンはできるの、頑張れば。でもメロンの次の、メロンの次のスイカ、メロンの次はスイカなんだけど、それがめっちゃむずい。2個作るゲームなのにさ、スイカを1個しかじゃない、1個も作れない、1個も作れない。ほんと難しい。これこんな難しいと思ってなかった。初めてびっくりした昨日こんな難しいんだってなった。桃ができた1個。桃はね、結構簡単。パイナップルぐらいまではいけるのよ。でもメロンは頑張れば作れるぐらい、調子いい時作れるぐらいそのぐらい。でもほんとそのぐらい難しいの、このゲームは。ちょっとミスったな、置き方。お、いい感じ。ブドウつながって、動いてないかこれ。むずい。あ、桜もだ。これで、もう一個できそう。できて動かないかこれで。あ、動いてる、ちょっと動いてる。なし、くっつけおパイナップルできた1個。え、パイナップルの次はメロンだから、え、待って、これ頑張ればいけるんじゃない？パイナップルじゃない、スイカ
パイナップル1個あるから頑張ればいける。頑張れば。変なとこに作っちゃった。よいしょ、OK。でもこれさ、メロン作れたところでさ、メロンもつなぐのが大変そうだな。むずそう、これ。こっちか。で、オレンジ、オレンジ。いいよ、桃1個できた。え、過去一順調かもしれない。で、こっちでしょ。オレンジ。むずい。でちょっとずつさ、果物も動いていくから本当に難しい。メロンとメロンで創生化ができるの。メロンの次は成果だから2個つなげたら次のフルーツにいけるんだけど、難しい。このイチゴ繋がんないかな。うわ、そしたらリンゴができるのにイチゴ繋がったら1個繋がるだけで、あ、いけたいけたいけた、リンゴできた。で、リンゴ、あ、やばい、オレンジが動いてくれなかった、内側に。うわ、これ内側に動いてくれる予定だったのに。めっちゃむずい。なんかリンゴ3つあるけど全然つながんない。重さで落ちてほしかった。いや、これやばいな。ちょっと上の方まで来ちゃった、だいぶ。あ、やばい、全然つながってくれないんだけど。梨同士がくっつかないな、これ。あ、ダメだったダメだった。え、でも今日が一番いいスコア、1851。楽しい、これ。え、またさ、昨日始めたばっかだからさ、永遠にできるわもう帰ろう。それが作りたい。めっちゃ美味しかった。メロンまで行ったのにな。なんかさ、みんなのランキング見れるのよ、これ。いろんな人の、トップの人の。びっくりした、見て。スコア高すぎてどうやったらそんなスコア出るの、ほんと無理なんだけど。今一目金のなし。スイカ買ってみる。え、そうだよ、ね、いいよ、やりなよ240円とかなんだよね。安いよね、このゲーム。もうできた。しかも結構難しいから、楽しい、やるのが。エペ卒業した。卒業してないよ。エペできない、持ち運べないから。エペはディスクトップ持ち運ぶのはちょっと無理があるからスイッチでできるやつみたいな。やってみてよ、このスイカゲームってやつ。スイッチ持ってる人、楽しい。楽しいけどめっちゃむずい。まあ見た目さ可愛いからそんな難しそうに見えないんだけど、なんか思ってるより難しいう
やってみてびっくりした。変なところでリンゴ作っちゃったな。いっか、これで。あ、オレンジ繋がらない。お、パイナップルできた。こうなんかさ、いっぱい連鎖するっていうのはなんていうん、一気に繋がった時めっちゃ嬉しい。いっぱい繋がって。意外と大きくなった時に嬉しい。あ、いちごつながると思ったのにつながらないの、そこ。あ、いけたいけた、回してできたわ。よし、ナイスに行こう。いや、めっちゃ楽しいよ、このゲーム。みんなやってよ。スイッチ持ってる人。今流行ってて、このゲームが。ずっとやってなかったんだけど。てか、スイッチのさ、こういうカセットじゃない、ソフトじゃないゲーム、ダウンロードするやつ買ったことなくって、初めて買った。うわ、塞いじゃった。デコポンでさくらんぼ1個あったのに。え、もうできた。やっぱ意外と難しいよ、このスイカゲーム。スイカ作れないんだもん。やってみたら分かる。スイカ作るのがまず難しい。どうしようか。よいしょ。で、難しい。弾き飛ばされちゃった、猫ポンが。オレンジか。今ね、パイナップルまだあるんだよね。パイナップル以上が作れない。メロンも作るのも意外と難しい。オレンジくっつけ、もう梨3つあるな。でもね、全部バラバラの位置にあるんだよね。難しい。リンゴくっつくと思ったのにくっつかなかった。240円、確かそんぐらいだった気がする。あんまそんな高くないはず、このゲーム。よし、もうできた。結構上の方まで来ちゃったな。どうしよう、マジで難しい。リンゴでしょ。ひたすらエンドレス。いや、終わりあるよ。箱あふれたらそこで一回終わりだから。あ、総合スコアランキング、これ一番上の人7355だって。私圏外ですね。今1073だから7000ってすごいな。
めっちゃうまいね。ちょっと一旦終わっとこうかな、なんかなんかさっき音流れてたから一応また場所、いつもの場所が空いてたらやろうかな、後でちょっとなんか人増えてきてちょうどね13位から呼びます。13位、ちょっと小一冷めでよわ。13位山田さん、ありがとうございます。12位中身さん、ありがとうございます。13位からもう一回ますね、変わったんで。13位山田さん、ありがとうございます。12位マットメガネさん、ありがとうございます。11位モングリアンプッチョさん、ありがとうございます。10位プッチニさん、ありがとうございます。9位中身さん、ありがとうございます。8位ムムさん、ありがとうございます。7位ユージさん、ありがとうございます。6位香港のハルマさん、ありがとうございます。5位ゲロさん、ありがとうございます。4位小野隆文さん、ありがとうございます。3位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。2位フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がグランザットマクギョカタマズさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと一旦終わっとこうかな、音を先で聞こえちゃいそうな。また後で場所あったらやりますね、配信。さっき空いてなかったんだよね、いつもの場所だから。またあれば後でします。じゃあまた後で。ありがとうございました。またね。バイバイ。